2023年2月になってしまいました。はい、本日ですね、第5回、ジュエリー高、ライブ特ショーを何ヶ月ぶりですかね、3ヶ月ぶりくらいですか、3、4ヶ月ぶり、はい、はい、始めさせていただきたいと思います。はい、本日もですね、素敵なうちの当店のですね、顧客の方ですね、はい、お招きして、いろいろ対談の方で、させていただきたいなと思います。はい。では、まず、私たちの紹介をさせていただきます。はい。はい、私たちはですね、世田谷の、千歳烏山というところで、千歳烏山駅からですね、徒歩4分のところで、オーダーメイドのジュエリーの専門店を経営しております。代表の、代表兼職人ですね、深澤豊と申します。はい、はい、デザイナーの乙美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、この後ですね、ご本人様が入ってくると思います。その前にね、ちょっと私ちょっと反省しておりまして、昨日ね、ちょっと同年代の仲間とですね、約3年ぶりぐらいにみんなで会合しまして、もうそこでですね、盛り上がってしまって、カラオケとかですね、やってはいけない、禁断の締めのラーメンとかやっちゃいまして、ちょっとね、声がかすれておりますけども、ご了承くださいませ。はい、はい、ということで、ということで、はい。今回のゲストの方はどんな方なんでしょうか。はい。では、ちょっとお写真の方ですね。あ、そうですね。ちょっはい。とまず、ゲストの方の、写真を共有させていただきまます。はい。今回のゲストはですね、有限会社藤野企画、代表取締役社長の藤野直美さんですね。はい。藤野さんはですね、立川市を拠点とした、テニスの事業の方ですね、幅広く広域的にやられていると、という、もう女性経営者でいらっしゃいます。はい。まあ、どのようなね、サービスを拠点で受けてかとか、そういったお話は後ほどね、ご紹介させていただきます。はい、そうですね。ということで、あれ、もう藤野さんがいらっしゃったようですね。はい。ちょっとまず共有を。ちょっとお招きしてみましょうか。はい、じゃあ、お招きしてみますね。はい。お待ちください。どうでしょう。いらっしゃいま、こんにちは。どうも。この度はありがとうございます。はい、お願いします。はい、今回のゲストの藤野直美様でいらっしゃいま す,、はい、います。はい、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 先ほどですね、簡単に藤野様のご紹介をさせていただいたんですけれども、はい、改めてちょっと自己紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、有限会社藤野企画の藤野直美と申します。ですね、仕事内容はテニススクールの運営を主に行っておりまして、神奈川、東京に、出しております。子どもから大人まで、様々なお客様が通っているスクールです。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。うん、非常にね、立川を拠点とされて、非常に広域に、ね、はい、そのビジネス展開、テニスを主体としたビジネス展開をね、されていて、もう本当に女性経営者の鏡のような方、ね。本当ですね。もともとも父親がやってたので、それをそのままという感じで。はい。そうなんですね。まあ、はい、それはそれで。はい。ありがとうございます。はい。で、また活動内容は後ほど、ご案内させていただきたいと思うんですけれども、はい、今回は弊社ジュエリータカで
リフォームされたジュエリーの方のご紹介をさせていただこうと思います。はい、ではまずですね、ちょっと画面共有させていただきますので、はい、はい、まずお持ち込みのジュエリーですね。はい、はい、こちらでございます。懐かしいですね。懐かしいですよね。こちらがいつに2021年の暮れぐらいですよね、うん、最初にあそうだと思います。1年以上。そっか、1年以上前ですもんね。そうです、そうです。はい。はい、年末近くにご来店いただきまして、うん、で、その時にお持ちになったジュエリー の、うん、こちらでございます。お写真、はい、こちらは、あれですか、どなたかから継承された、うん、あ、そうなんですよね。母親からのものでして、うん、はい。そうなんですよ。で、なんか母親が7月生まれなので、7月生まれ、うん、はい。ルビーなので父親は結構ルビー誕生石なんですかね、おそらく、はい、そうですね、はい、それでいくつかそうルビーが入ってたりするんですけど、なるほど、そうですね、はい、なんかたくさんのジュエリーを持ち込みいただきまして、今思うとこの2410そうですね、指輪10点というのは非常にたくさんの持ち込み内容かと、はい、ですよね、はい、では、はい、うん、あれですかね、うん、弊社に、はい、ご予約いただいたきっかけって何かございますか？うん、あ、そうですね、お聞きしたいですね、はい、私ジュエリーのリフォーム自体が初めてで、はい、いろいろネットで検索してまして、はいはい、なんかデパートの中に入ってるようなリフォーム屋さん、はい、に最初持っていこうかなと思ったんですけど、はい、ジュエリータカさんのところでやっぱ口コミが結構すごい良かったので、はい、ありがとうございます。あとそのよく千歳烏山とか仙川あたりに私もよく行ってたことがあったので、そうなんですね、はい、行ってみようかなと思い伺わせて、馴染みのある地域だったということですね。あ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、おっしゃる通り弊社のジュエリーリフォームはですね、まあ、巷でいう既成の枠、うん、空枠というふうに言ってるんですけども、うん、を使わないでデザインからご提案する、そうですね、はい、それキャンパスからですね、うん、唯一無二の作品を作るという、うん、そこがモットーとしておりまして、うん、はい、そうですね、もう同じものが2つとないという感じでしょうかね、まあ、デザインから制作まで全てこのワンオフでやるという、はい、はい、当店の強みなの で、ね、おそらくそこに惹かれていただいたのではないのかなと、はい、はい、思っておりまして、はい、では次に、はい、ここのジュエリーからまず、うん、実は何アイテムか作っていただいてですね、一、うん、ね、つじゃないんですよ、うん、はい、たくさんのジュエリーを仕立てしておりまして、受けてから3ヶ月後にご納品するわけなんですけども、そのご納品の時に次のというね、そうですね、はい、パターンでございましたね、はい、はい、もうチェーンオーダーみたいな、そうですね、今最後の仕立てをしているものなんですけど、まだそれまでに、はい、まだまだ続いているという、そうですね、はい、はい、仕立てした状況でございます、はい、作品のご紹介をしていきたいと思います、はい、ですね、まず最初にお仕立てしたものですね、はい、こちらでございます、はい、ピアスでございます、こちらもアメシストですね、うん、はい、シンプルなんですけど、まあこういうデザインってうん、ないですよね、うん、ピアスでも、うん、はい、お使い残しとかいかがですか？あ、すごく使いやすくて、はい、実際指輪でこれすごいついてたじゃないですか、いっぱいたくさんの、はい、ですよ、なんであれだとちょっと使えなくて、うん、なんかの形にしたいなと思ってピアスにしてもらったところ、やっぱりすごいシンプルなので、はい、スーツでも何でも使いやすいなっていうのは、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、そうか、フォーマルウェアにもこう、あ、そうですね、はい、あ、すごい、うん、非常にこんな感じでね、参考になります、すごい可愛く作っていただいて、はい、感謝です、ブリザーブドフラワーで、はい、はい、はい、ま、写真撮影もすべて店内でタカさんが、あ、そうですね、私が職人兼カメラマンですので、はい、素材はプラチナでしたね、はい、はい、じゃあ次にお仕立てしたものをご紹介させて、ね、はい、はい、2個目ですね、行きましょうか、はい、はい、なんとゴージャスペンダントでございます、はい、私これ今つけて
ってます。あ、本当ですか。 ありがとうございます。ちょっと見にくいですけど、はい、あの作られてテニスされるわけではない。いや、もうそれはちょっと怖いんでやらないです。運動するときは、はい、ね、はい、あのそうなんですよ。すごい可愛いんですけど、で、はい、結構多分フォーマルウェアにも合うんですけど、あの例えば泊まりとかの時に置いてきたりしたら嫌だなと思って、はい、そうなんです。ありますよね、はい、ちょっと普段日帰りの時だけつけさせてもらってこちらもシンプルなデザインなんですけれども、うん、あの、うん、まあまあちょっと市販品には全く見当たらないようなデザインですよね。うん、そうですね、もうデザインからもう全て、オリジナルデザインで、オリジナルの、ワンメイクと。です、うん。ワンメイクでございます。似たようなものはあるかもしれないですけども、同じものはないですよね。似たのはあるかもしれない。そうですね。タカさんのそのいつも例えばこういうのって言って見せていただく写真が全部結構可愛くて見やすいので、割りすごいイメージはしやすいなと思ってます、ね。はい、ありがとうございます。そうですよね、デザイン決定するときにいつもちょっとこれに似た形はあるかという感じで打ち合わせしながら、はい、確認しながら進めるような感じで決めていきましたよね。はい、うん、やっぱりあれですか、やっぱあの少し似た感じの形があると想像がしやすいということでしょうかね。あ、そうですね、なんかやっぱり自分が持ってるのってワンパターンのものしかない、まあ、売ってるものなので、そういうのが多いと実際なんか想像ができないっていうのもあって、ただホームページに載ってる、まあ、リフォーム例とか見ると、あ、こんなのできるんだみたいなのが、割とそれもそのお店に行くきっかけにはなったんですけど。なるほどなんですね。きっかけ作りがね、非常に重要だったと。そうですね、だから、まあ、ほとんどのものを一点物でハンドメイドでお仕立てしてますので、やっぱりサンプルっていう形で残してないんですけれども、ちょっと今回こういうあのやっぱり見せていただいた方が分かりやすいということなので、はい、なるべくちょっと形としてもね、残せるような感じにしていきたいなって思いました。はい、ありがとうございます。テニス業界のね、お蝶夫人って勝手にお蝶夫人にしてますけども。難しいですよね、そう願いって。まあ、選手でもアクセサリー割とつけてる人は多いんですけど、はい、そうなんですね。いますね、やっぱり。あ、ピアスとかね、大阪直美ちゃんなんて、パールのピアス。確かにそうですね。なんか多分、験担ぎとかじゃないんですけど、やっぱりずっとつけてる人とかいますよね、そのテニスに限らずで。そうなんですね、もうちょっとお守りみたいな感じ。なるほど、なるほど。はい。じゃあ次に行かせて、次行ってみましょうか。次行かないとちょっとたくさんお仕事、はい、お時間が押してますので。これはですね、はい、ちょっとパッと見何かなと思うんですけれども、うん、こちらは何だったんでしょうか。え、私に聞くの。はい。作った人の。これはあのブレスレットでございます。はい、はい、ブレスレットは市販品で結構数が少ないんですよね。うんあんまりない、もともとないアイテムなので、お仕立てするときにシンプルであろうとも結構オリジナル性が出やすいんですよ、アイテムとしては。で、こちら今回あのアメシストでまとめたじゃないですか。あれもすごい可愛かったですよね。可愛いですね、本当に。これもだからつける、結構考えちゃう感じですよね。なんか雑に扱えないんで、ちょっと切れたりしたら嫌だなと思ってて。あですね、まあでもしっかり一点一点、溶接して、チェーンもですね、まあ、当店も20年近く店舗で、あのこのマシンチェーンといいましょうか、日本製のチェーンなんですけども、非常に20年間提供している中で、その切れたとかそういったトラブルがほとんどないチェーンなので、それはご心配はいらないと思います。あとこの付け根のところとか、こう結構市販品なんかこう缶がこう開いてる缶で閉じてたりとかするんですけど、その場合全部レーザーで閉じてますので、はい、強度的にもテニスぐらいでしたら大丈夫かな。そうですね、はい、基本的には、はい、やっぱり細かいところまでかなり手を入れていっておりますので、はい、強度とか耐久性とかね、そうですね、一番肝心なところですね、はい、あとバランスと、バランスね、
うん、いやこれはいいなと思いました。本当に。はい、全貌はこんな感じですね。うん、ちょっと小粒のダイヤ、アメジストを交互に入れて、うん、チェーン自体は2連になるんですね。うん、どうですか、こちら使い心地というか、つけ心地はどうですか。これは割とその、まあ、冬なんで今あんまりつけてないっていうのはあるんですけど、はい、でもすごい可愛くて、ピアスと結構揃いでつけそうですよね。はい。はい、かわいい、本当に。ありがとうございます。アメジストが一応ちょっとこう裏を向かないように、構造的に配慮してるんですけど、うんうんうん、その辺はどうですかね。あ、もう大丈夫です、全然。はい。ありがとうございます。はい、こんな感じで、もうこちらですでに3点目。はい。3点目でございますね。まだあります。はい。はい、じゃあ次行かせていただいてよろしいでしょうか。あ、もう行きましょうか、はい。じゃあ行きましょう。サクサク行きましょう。はい、じゃあこちら。はい。はい、こちらが4点目でございます。4点目の。そうですね。アルギーのペンダントシンプルですけれども、ちょっとね、なかなかないデザインですよね。この爪の位置が、この、あのダイヤを、あ、ダイヤ、あのルビーをセッティングする爪の位置がですね、この天地左右ってあんまりないんですよね、実は。これ、あの、そうなんですよ。対角線上に4点爪あるんですけど、ね。ああ、そうなんですね、はい。そっか、言われてみればそうですね。確かに。意外と、意外とってか、ないですね。ないです。これまあ、あの、個性的な、あの、第一印象が個性的ですよね。非常に。うん、シャープなイメージというんでしょうか。そうですね。はい、こんな感じで、こんな感じで。はい。しっかり作らせていただきました。こちら、ね、あれですよね、はい。お母様の誕生石で。そうですね。はい。はい、だって、はい。ちなみに、あの、藤野さんの、はい。誕生月って聞いてもらいましたっけ、私、12月で。ああ、12月でいらっしゃるんで。もう、トルコなんですね。ちょっとあんま可愛くはないって言ったらあれなんですけど、なんか、あの、カジュアルな感じになっちゃうから。そうですよね。持ってないですね、あんまり。そうなんです。わかります。シルバー、ちょっと、なんですか、メキシカンジュエリーみたいな。そう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 。そうなんですね。だから結構他の石の人羨ましくて、ダイヤモンドとかそういう、うーん、ルビーもそうですけど、はい、わかります。私も8月なので、うん、はい、アメジストじゃなくて、ペリドットなんですね。へえ、っていう、緑の石なんですけど、はい、緑とか、緑色っぽい、うんうん、やっぱりちょっとそのやっぱあのダイヤとかね、ルビー、うん、エメラルドが、うん、ああそうですね、昔からね。公平さに欠けますよね。もっと思います。誰が決めたんだみたいな。そうなんですよ、ね。もっと平等にしてもらいたいなと。全員ダイヤでいいじゃないかと。はい。ねえ、本当。はい、いやでもこのね、ルビーのシンプルで素敵ですよね。はい、このデザインを描いていくうちに、大体どんな感じの、あの好みなのかっていうのが分かってくるんですよ。あ、そうです。好みってこんな感じなんだろうなっていうのが、だん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 分かってくるようになりました。分かりました、すごい。あ、それです、それです、みたいな感じ。そうなんですよね。はい、じゃあ、その次が、これが最後かな。最後の。はい、5つ目。うん、はい、こちらはですね、うん、元の形を利用したんですよね、うん、確か。こちらはそうですね。あの、もともとあった形を利用して、ネックレスを通させて、ただ、うん、一番違うのはこれ金だったんですよ。そう、黄色でしたね。はい、金色の、うん、はい、はい。そこにですね、ロジウムメッキという形で加工と、うん、あとこのチェーンがついてるところがですね、あの本当はこの仕様ではなかったんですね。そうですね、アレンジしましたね。もともとの形をあの見た結果、あ、これがいけるということでこの形にさせていただいて。うんうん。あの内容ですよね、はいはい、であのプチリフォームといいまして、うん、全部をあのデザインからお仕立てしていくと、うん、やっぱりある程度制作期間も金額もいくんですけども、今回このように元の型を使うということで、はい、リーズナブルにですね、うん、あのお仕立てするリフォームもございますという例でございますね、こちらは。そうですね、お財布にも優しいリフォームです、はい、はい、あと元の、 あの受け継いだ形をそのまま残せるっていうメリットもございます。うん、はい、こちらシンプルでいいですよね、こちらも。もうこれももともと金色だったのがちょっと気に入らなくて、どうしようどうしようって言って、ね、あとチェーンがなかったので、はい、ヘッドのみだったので、ちょっとそのチェーンもないなと思って持ち込みさせていただいたんですよね。うん、そうです。はい、
ね、ま、なんか金だったとは思えないですよね、こちら。そうですね、今見たらちょっと、あんまり思い出せない感じはありますね。そうですよね。こう今風に表、うん、いい感じで表現した、例です、ね、一つの例ですね、うん。低コストでそれも実現できると。うんでまあ、1年以上かけて今回の5アイテムですねリフォームを手掛けさせていただきました、はい、そうですね、うん、ありがとうございます。全体的な感想などいかがでしょうか、うん、そうですね、なんか心の変化とかってありましたか、うん、やっぱりお母様から受け継がれたものだったので、うん、ああいやそうなんですか、はいうんはい、でそれ、まあ、持っててしばらく、まあ、持っててただ使わないんですよね指輪とかって本当にあもう全然使わなくてでどうしようかなってずっと考えてて、はいでまあ、いざとなった時に、まあ、質屋とかに出すのかとか、そのために残しとくのかって言った時に、いやでもちょっとそれだったら使いたいなと思って探したのが結構きっかけで、はい、そうなんですよ。でそれからやっぱ1回目持ち込んだ時にまあ、こういうのできますって見たときからあめっちゃなんかいいなと思って何点か結構お願いしちゃったんですよね。1回目のときにあのちょっと壺にはまった感じがそうすごいあの可愛いなと思って、はい、で今その母親からもらったもの以外のものも結構持ち込んだと思うんですけどあそうですよね最後のことが多分オパールとかもそうなんですよ。そうですよ、はいはい、うん、今あのやっております。そうですね、はい、現在進行形中のものでございますね、はいはいうん、で結構相談するといつもあの本当に長い時間お話ししてくれるので、割となんか納得いくような感じにしてもらえてすごいあの嬉しいです。こちらこそなんかたくさんのオーダーをいただきましてありがとうございました。そうですね、もうそろそろシャンパンでもお出ししないとそうですね、そろそろお酒でも出さないと、お酒でも出さなきゃいけないのかなとかあれなんですかね、一回リフォームしてもらったものをまたリフォームすることってあるんですか。あ、あります。ああそうなんですね。あの弊社でもオープン当初に来て、うん、もう16年とか7年経っている方がやっぱり15年以上経つと昔っぽいデザインなんですよね、うん、やっぱり。ああそうなんですね。だからもう一回やりたいという方とか、うん、最近の方さんにいらっしゃって。そうですね、なるほど。さあまた今回ご紹介させていただいた5点でございます、はい、作品のご紹介はこんな感じでしょうかね、うんうんうん、はい、ちょっとあの、うん、藤野さんの活動、そうですね、内容先ほどのまたホームページに、はい、アピールタイムでございました、はい、ありがとうございます、はい、いやもう本当にジュエリーとは結構ほど遠いような感じの仕事なんですけど、はい、まあ、普段そうですね、私結構ジャージで常に職場にはいるんですけれども、まあ、主にはそのスクール授業をやってまして、はい、で子どもから大人までのレッスンが、まあ、朝から晩まで ある状態なんですけれども、うん、今立川を本社にしておりまして、立川には全部で17面のコートが、はい、17面、うん、すごいですね。そうなんですよ、ありまして、はい、でそのコートがいっぱいあるところだと割と大会をできたりするので。ああそうですよね、そうなんですよね。なので子どもの大会もあれば、あとそのどっかのメーカーさんの大会っていうのを開いて、ちょっとその商品をアピールする時間っていうのもやったりするので、はい、なるほど。もうテニスのメーカーってミズノ、ヨネックス、数えると何種類ぐらいあるんですか。あ、結構あります。あ、でも10種類でもラケット自体はそんなに出してるところは10社もないですね、おそらく。ああ、そうですか。あ、結構そのテニスのメーカーだけじゃなくて、はい、例えばその立川でやってる大会でヤクルトカップっていうのがあるんですけど、それはヤクルトさんと、はい、地域密着っていうことで、あのそれぞれ店舗がヤクルトさんであるので。ああそうなんですね。で地域の方限定、ここの地域の方限定で出てくださいっていうので地域密着型でやってたりとかしますね。はい、そうなんですね。すごい。今生徒さんって何名ぐらいいらっしゃるんですか。ですね、立川だとだいたい500から600ぐらいの間ですかね。そんなに、あ、すごいですね、うん、500、本当にそうなんですよ。お休みする暇ないですね。あ、でもそうですね、土日は特にコーチたちはもうフルで入ってる状態です、ね、一番お客さん多いので。
そうですよね。はい、そうなんですよ。年齢はじゃあもう先ほどおっしゃってた通りお子さんからそうですね、はい、たまで、はい、でここになんか選手育成教育事業なども書いてある。それがですね、これが最近、まあ、もともと父親があの会社やってたんですけど、私に代表が変わった後に NPO 法人の方に移りまして、そちらの方に選手育成や教育事業の方をちょっと移してるんですよね。そうなんですね、はい、でその際、この選手育成はもう選手になるためのクラス、子どものクラスをレベル別で用意してる、はい、あと専門学校と提携して、はい、あのテニスの専門学校っていう形で高校を、はい、あの通信と一緒にこうやっていくっていうんですかね、通信で、まあ、単位を取りながらテニスも一生懸命やっていくっていうので、出たりするんですけど、の専門学校、すみません、初めて聞きました。そうですよね、そうなんです。あるんだと思ってびっくりしました。なんかもともとは代々木高校さん、代々木高校ってところがありまして、でそこでなんかそのサテライト教室っていうのでゴルフをやってたりとか、はい、まあ、そのテニスもやってたり、あとまあ他の専門の教科、高校卒業してからすぐ、まあ、プロの道に、いろんなプロの道に行く場合にこう訓練じゃないですけど、そういうクラスも用意してて、そのうちの一つでテニスを、はい、ジュニア育成にも貢献されているという。そうですね、もともと父親がやっぱりテニスがすごく好きで、テニス界に貢献するっていうのも含めて、はい、もうテニスに、テニスしかやってないんですけど、はい、はい、それで結構育成の場合は海外とかに子どもたちを連れて行って大会に出るっていうのをやってたんですけども、ここ3年ぐらいはちょっとコロナで全く、なるほど、もう全然ちょっと成り立ってない状態なんですけど、うんうんうん、はい、素晴らしいですね。あ、でも日本って意外とそのテニス王国ですよね。あ、でもやっぱり減ってはいますね。子どもは特に少子化っていうのもあるので、はいはいはい、結構やっぱり減ってきてはいて、生徒数も。そうですか、はい、ただやっぱり高齢者の方を、まあ、取り入れるってなると、はい、初心者の方だとちょっと確かに怪我とかは怖いなっていう感じはあって、うん、まだちょっと出し切れてないっていうのはあるんですけど。あ、はい、なるほどですね。結構ね、当店のお客様にも、はい、このラケット、はい、練習の会にいらっしゃる、うん、そうですね、京王線の沿線も割とテニススクールあるので。あ、そうなんですよ、はい、コートが多分結構あるんだと思います。なるほど、いやでもすごいですね、600名ですって生徒さん。え、今お聞きしたんですけど、すごい大好きです本当に。今目が飛び出そうに桁が違いますよね。なんか50人生徒います。あの彫金教室なんかよくね、3、40人でみたいな。とは違いますよね。いやいや、でもコートは結構空いてる時も多いので、ぜひ。あ、わかりました。全然できないかもしれない。時期によってはもう閑散としてる時もあるんで。あ、じゃあそういう時ですね、はい、狙って。はい、下手くそはそういう時じゃないと。うん何かこれからイベントなどはございますか、うん、これから今年は。そうですね、ご案内する内容とかありましたらここで。あ、でも変わらずおそらく大会の運営だったりとか、大会を開催したりとか、はい、スポンサーの大会もいろいろあるので、まあ、ホームページで、はい、随時更新してますので、はい、ご参加していただければと思います。はい、承知いたしました。じゃあどうやって検索すると一番出やすいんですかね。あ、ですね、富士の企画テニスとかでも多分出てくると思うので、富士の企画テニスですね。はい、分かりました。はい、ちょっと YouTube にはそういうふうに書くようにします、ね、うんうん、ありがとうございます。はい、地下方面ですと、まあ、多摩地区ではないのかな、何地区っていうんでしょうね。ものすごい多摩地区です、あそこは。あ、まあ、ものすごい多摩地区なんですね。ものすごい多摩地区ですね。失礼しました。多摩地区の方はもうこれは要チェックですよね、今日、うん、テニスこれからという方、ね、あるいは、ね、ちょっとコーチをね、いいコーチに変えたいとか、うんうん、そういった方はぜひ富士の企画、はい、はい、お問い合わせください。はい、ありがとうございます。お願いいたします。それでは
なんか今日はお時間をいただきまして、うん、そうですね、そろそろ、はい、ございます。お時間ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。はい、ありました。あと最後になんかございますかね。エールかなんか。エール今なんか、はい、おカードを制作しております。うん、あ、そうでした、そうでした。それをご期待いただきたいと思います。はい、弊社、一点物で作ってるんで、とても長い期間お待たせしてるんですけれども、はい、大変丁寧にお仕立てしておりますので、はい、今しばらく、はい、今しばらくお時間を楽しみにしてます。はい、くださいませ、はい。そうですね。はい。はい、本日のゲストは、うん、はい、はい、本日のゲストは、藤野有限会社藤野企画代表取締役社長の藤野直美さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、あっという間の30分。やっとできましたね、第5回目がね。はい。時間挟むと皆さんお忙しくて、ね、なかなか時間取っていただけなくて。ご都合がね、なかなかたくさんいるんですけども。はい。まあ、本当にね、すごい社長さんであったりとか、活躍されてるね、アーティストの方であったりとか、まだまだね、いらっしゃるんですよね。そうですね、うん、これからご紹介していきたいと思います。うん、はい、はい。では、最後に弊社の紹介ですね、はい。まず共有させていただきます。はい。こちらです。はい。弊社のホームページでございます。はい。はい、いきなり内山くんですね。なんかいきなり内山くんが出ました。いきなり内山くん出ました。はい、弊社、ご結婚された時にですね、うん、弊社でご婚約指輪を仕立てさせていただきました。そうですね。よくみんなに言われるんですよね。ギャラを払ってこう出てもらってるんじゃないかとか、あとこう、なんか事務所通してやってんじゃないかとか、うんうん、全くございませんで、本当にナチュラルに内山さん本人がですね、突然お店にご来店されたそうなんです。突然ね。はい、でそこからのご縁で、ご婚約指輪を、一点物で制作させていただきました。はいはい、今はね、もうお子様も生まれて、うん、約インスタにね、アップされて。ですよね。はい、ベビーかわいいベビーとか多い。多いです、ね、多いです。うん、はい、うん。こんな感じで。はい。まあね、この辺も全部一点物で。うん、そうですね。一個一個、こう、パーツで手作りをで作ったものをこういう。これはバングルなんですけども、はい、重さにして、まあ、100グラム弱ぐらいかな、うん。かなり立派な。立派なものでございます。まあ、このお客様もね、特徴のあるお客様で、まあ、こちらのね、ご依頼いただいたこちらのパールペンダントなんかはですね、考古学者の方でしたよね。はい。非常にマニアックな。そうですね。手作りに、やっぱりすごく、うん、こだわられてて。ね、宿とか機械で作るんじゃなくて、すべて、作業でやってくださいというご依頼でございました。そうですね。非常に顧客様も、さまざまな顧客様いらっしゃるんですけども、科学者であったりとかね、うん、研究室に入ってる方とか、ね、うん、ラボってね、考古学者の方とか、うん、あとドクターとか、うん、マニアックな方、ね、ちょっと変わった方が多い、ね。あ、ちょっとそれ失礼だ。はい。はい。はい、この辺もね、そうですね、持ち込みの昔自分で買ったものを一つにまとめたジュエリーですね、うんうん、はい、これは当店が一番得意としております、これ全部載せちゃうパターンのやつですね、うん、はい、名付けて全部載せジュエリーですね、全部載せジュエリーですね、うん、こういって、うん、石の宝石の種類とか高さとか、うん、高度も違うので一つにまとめていくのって、うん、とても難しい作業なんですね。それをね、なんかあえて難しいことに挑戦しながら、そうです、はい、制作しております。あえてね、経験値を生かすと、こういうところに、はいはい、という感じでしょうかね、はい、なかなかできないですよね、うんうん、これもまた可愛かったですね、また細かかったですね、こちらもバラを一個一個作って最後に組み立てる作業です、うん、はい、可愛かったですね、うん、はい、こちらも、こちらも思い出すだけでね、気が遠くなりますよね。これ一体何日かけてんだっていう、うん、これに、はい。これね、写真ではちょっとわからないんですけども、この横の側面から見るとですね、全部模様が入ってるんですね。そうです。はい。ではね、これはアンティークジュエリーの福
元ですね。復元でした。復元をさせていただいた、はい、エドワリアンですね。はい、エドワリアンですね、うん。はい、こんな感じの作品を作っております。思います。はい。はい、で、ホームページで、こんなような感じでね、動画が入っていたりとか。はい。はい。こちら、当店のサービス。サービスですね。ご紹介ですね。まずは、ジュエリーのリフォーム。はい。ビフォーアフター例ですね。そうですね。ビフォーアフター例は、の斬新さはですね、おそらく業界1位だと思います、うちが。はい。まあ、それは、リフォーム例をですね、ご覧いただければ、一目瞭然でございます。はい。はいはい、ねあと、まあ、フルオーダー、うん。宝石からセレクトする。フルオーダージュエリー。はい、あと、左下から結婚指輪のオーダー。オーダー。ご婚約指輪のオーダー。うん、はい。あと、まあ、サービスとしては修理もいたしております。そうですね。で、最近、うん、はい。うん他店で断られたようなね、そうですね種類例えばサイズ直しでこうね、切って縮めたはいいけども、その切った線を目立たなくさせるとか、そういった技術もございますので、はい。あと最近人気なのがメンズジュエリーですね。うん、今年に入ってメンズのオーダーが立て続けてございまして、はいうん、メンズでも最近はジュエリーをね、押し立てする時代になってきました。本当、立て続けに入りましたね。うんうん、何でしょうか、ねうんね、なんかヒットしたんでしょうかね。うん立て続けにタンタンタンと、タン、タタンタンみたいなね。タタンタン。トトン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 、トトンみたいな。うん、で、こちらが店内の様子でございます。はい、工房を併設しておりますのでね、こういう、こう、うん、道具がたくさんあります。ね、しかもですね、師匠から受け継いだ道具がありますので、うん、今では売ってないようなね、そうですね、もう手に入らないような道具もたくさん、保有しておりまして、はい。ここはね、結構お子さんたちが来るとすごく興味津々で、うん、今度作らせてあげようかななんて、ちょっと企画もしてるんですけれども、はい、ご興味のある方はお問い合わせくださいませ。はい、で、最後にインスタグラムですね。こんな感じ、ね、一番、インスタグラムは、うん、最新のものを掲載しております。まあ、なるべく最新です ね、 ですね。投稿は最新です。うん、投稿は一番新しいと。はい、ただ、内容がですね、結構昔の画像を引っ張ってきたりとかも、たまにございますので。うん、はい、はい、いろいろ。こんな感じで。うん、はい。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 で、最後にですね、うん、最後に。はい。はい、ちょっと、まあ、最後のご案内でございます。はい。画面共有ですね。ねはい。まず、ジュエリー高公式ホームページ、こちらの QR コードから入ります。うん、ジュエリー高の活動内容や作品例ですね。そうですね。先ほどの、はい、お見せしたものでございます。はい。で、そこからジュエリー高の EC サイトも実はございます。はい。はい。ルースなども販売しておりますね。最近立ち上げたばかりなんですけど、うん、そうなんですね。うん、なかなか現場がですね、どうしてもこの夫婦で2オペレーションでやっておりますので、なかなかその活動にですね、限界がございまして、EC サイトをね、立ち上げたはいいんですけども、なかなか更新ができてないんです。ただ、宝石類はですね、頻繁にアップしておりますので、はい気になる方はチェックしてくださいね。はい。で、まあ、その下に行って、ジュエリー高の公式、LINE もございます、はい。こちらはですね、お得な情報など、LINE でしかご案内してないものもございますので、うんはい、こちらにご登録お願いいたします。うんうん、この年始ね、福袋をね、そうなんです、実は。ジュエリー高史上初の福袋を、催しをやったところですね。意外と売れたんですね、はいはい。お買い上げいただいてありがとうございました。はい。LINE とかでご案内してね、ちょっとなかなか一般のご案内はできないんですけど、うん、とってもお得なお買い物がまたご案内できちゃいますから。はい。はい。で、先ほどご紹介したインストはこちらから入ることができます。最新情報ですね。はい、で今、ライブ配信中の Facebook ですね。はい。こちらも当店の Facebook ページとなっております。キャンペーンなどをご案内しております。はい。はい、では、そろそろなんかお時間が迫ってまいりましたでしょうか。はい。あっという間に。はい。時間が経ってしまいました。はい。では、そうですね。次回はどうですかね。うん、ご招待者。候補の方がたくさんいらっしゃるんですけども、まあ、これはタイミングですよね。うん。誰かとはちょっと今、ね、
ちょっとね、まだ、ね、お伝えできないんですけども、また先ほどの藤野さんのようなですね、ようなもう活躍されている方ですね、とにかく。はい。こういった方をね、どんどんご紹介していきたいなと思っております。はい。はい、で、まあ、YouTube の方でもですね、こちらのライブ配信を編集した上で、きれいにまとめたものをですね、アップいたします。なので、チャンネル登録の方もぜひ。そうですね。お願いいたします。ぜひ。はい。といった感じでしょうか。はい。はい。それでは。それでは、はい。第5回、ジュエリー高、ライブトークショー。これにて、これにて。